はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますズドンスノーマンファーストドームツアー2023井戸目と言っておきましょうはい I do me でもいいのかもねもう井戸目にしておきましょうねはい先週からというか昨日からかずっとその辺がまだま曖昧なままこうお話ししておりますけれども。 前回 MC の後に「タペストリー」とそれから「シークレット・タッチ」と本当にどの方がどのパートを歌ってるのを聞いても非常にこうねただ音程リズムが安定してるだけじゃなくて歌い回し表現力も豊かなので聞いてて楽しい曲をねずっと続けてみておりますけれども今日はその「シークレット・タッチ」の続き「オレンジ・キス」とそれから「僕という名のドラマ」はねこれは私このライブの「 映像が発売される前に YouTube で先行で1曲、えー、上がってた時にアップされてた時に見てあまりに皆さんの歌顔がすごいからもう3回に分けてね解説をしてしまったというあの伝説の <laughs> 伝説なのは私だけですけど、えー、曲なんですけどこれもまた改めてね え流れで聞いてみるとどういうふうになってるのかということで今回は前回の「シークレットたち」が終わったところから続き「オレンジキス」からいってみたいと思います。1時間20分15秒のところからいってみましょう再生ポコリンと青いライトが白に変わってバーと「オレンジキース」上の方でみんな手ワチャワチャわ,ちわ,ち <laughs> わそしてステージを真ん中の通路来たら下から何ていろんな色の「 バルーンじゃないわなんか筒状の布がブワーッと風で上がってっていいねお客さんもそれに合わせて一斉に手を挙げて「君に出会うまで岩本君は低いとこ安定してる」「そ麦を見上げることさえ忘れてた夕日はいつだっても」みんながこう通路を通路じゃない通路を歩きながらは T 字になってるところね これはね低音ラウロくんも安定してるねさっきの山本くんと同じように頑張れてしまうどうか君はそうであってくれますようにステップアイス阿部くん翔太くんから阿部くん甘い声がさ坂本くん歌いたれ、ね、音がするカメラ目線キーキーキーだすさん事実も んとくオレンジ色の空の下で色っぽい伝えるよいい笑顔やめとくそのあなたしでわラウールくんキレッキレと踊ってる君の今までを教えて手を振りながらしよう甘いとこすごい向井くんと阿部くんとラウールくん3人で踊りまくって守るから佐久くんはみんなに指さして君と達様寄り添えば恐怖心 最高け深澤くん乗り越えてゆこう塗り替えてゆこうあっしのなうわあべくん家が込めてくこのオレンジキース目黒くん深澤くんの肩を抱きながらなってきたね <laughs> <laughs> だけ向井くん阿部くんの近くで色は変わらないとお客さんがすごい今本くんこれまでどんなことが <で>もさあ翔太君これからで塗り替えてゆこう僕らの色にすごいロングと素晴らしいそのまなざしでそのぬくもりで君の今までを教えて甘いとこもラウール君の動きすごいね本当に。 守るから君と目黒くんが遠くに手を振りながら行進さあ佐久間くんも乗り越えて行こう振り返えて行こうラウルくんかっこいいマイクの持ち方このオレンジ <laughs> 向井くんめっちゃ楽しそうピョンピョンしながらキ岩本くんも遠くを見ながら手を振って伊達様も優雅に歩きながら手を振る真ん中のステージみんな戻ってきた。て 正君うすごい走りながら翔太君うさあみんな並んで「いやー」ってどういうことこれ <laughs> どういうこと照明全然消えへんしでも最後のねこうポーズ頑張ってぐっとこう下の方に潜ってリンボーダンスみたいになってましたねみんなねさあそして後ろの映像今のちょっとね笑って終わるなんか わ,ちゃわちゃしし終わり方の後に来ました大きなビデオでラウールくんがいて阿部くんがいてこ翔太くんがいてとちょっとねモノクロームな映像の中でみんなが一人ずつこう映ってるところからラウールくんがなんか映像の中で。

うわーいいねこの今の映像とこのね音楽の間に9人はさっきの「わちゃわちゃ」で真ん中のステージで終わったところからなんかこういろんなものが変わってるのかな衣装も変えて移動もしてって感じかね。ててててていいですね大きな画面で9人のそれぞれの映像きれいな映像が朝日が昇ってきましたよ。てて て、てテてテてテッてちょっとワクワクドキドキしますねこのあとどんな展開になるのか曲は分かっていても「ててテててててッ月の映像の間でラウルくんが手を伸ばしてさあそれぞれのメンバーのアップの顔が順番に映って並んだきれいに並んで白い衣装でさあそして。 その画面が奥で消えてさあ、来ました。後ろっか。空の映像綺麗なライト。細いライト 夢のかけらばかり。おいで、ね、向かいこの入り。探し集めることを低音響いてる。愚かだなんて誰も言えやしない。いい入り。描いてる自分に。舘様、近づくための旅だ。欲張りくらいで、たぶんちょうどいい,い,いね。目黒君、どこまで行ける入り口難しい階段だけど。 わからないだけどあのころの地図より気づけばずっと遠くにいるって指をさしていいね I'll いつの日にも忘れないってさ岩本くん 列に浮かかされて高いけど柔らかく出す翔太何度でも立ち上がろうそれが僕らしい歩き方だってやというほど今は知ったからやっぱりここね翔太君目キラキラしてていつも長く伸ばせそうなとこちょっと短い感じに聞こえるね阿部君いい笑顔時折顔を出して 「調子はどうだなんて語り」「いやーいい表情と声も安定してる」「ラウルくん」「何も忘れてない何も置いてきてないすべてを抱いて歩いてるよ」 サクマ未来がすごいドラマの世話にはいかないことくらい知ってるけどいい音て演じてみせるさやわらかい主人公なりに佐久間くいいね I will 時に深田くんまた痛みに泣くような夜もきっとあるけど 乗り越さあ、向井くん。きで自分を称えよう。無様でもいい。笑えていたら、それが答えいいですね。歌詞もいい。ほんとに。流れてく、見慣れた景色。いいね。佐久間くんも一つ一つ、丁寧に歌って感じ。思い出す。ラウルくん。大丈夫。何一つ。伊達様。 間違ってなんかないよ心のままに明日も生きて行こうラウルくん持ってるマイクの手がかっこいい。We, 目黒くん来た。いつの日にも忘れない手探りの情熱に浮かされてうまい。<laughs> 安定してるね。かがろう。それは阿部くん、佐久間くんも翔太くんが歌ってる時に 自分のマイクではないけどね、口合わせて歌って。言うほど今は知ったから。ああ、翔太君。みんなで。よくような夜もきっとあるけど。乗り越えたその先で自分を叩えよう。ブ様までもいい笑えていたら。うん 方君、それが答えだ。そして、この続きあるんでね、岩本君。それが答えだ。ああ、う。<笑><笑>いや、これ何回見てもいいですね。いや、何回見てもいい、本当に。 僕というナノのドラマってやっぱすごい気持ちがね皆さん入ってるからまああれ渡辺翔太君多分グッと来てるんだと思うんですけどやっぱりねここにとここう目黒君がやったりすると、まあ、この今のドームでライブをしてるっていうこの9人の状況とこの楽曲のね内容と見事にマッチしてしまってますから。 これやっっっぱり歌ててる側ってね、私も本当にまれにあるんですけどこう歌っててなんか急にグッとこう感動が込み上げてくるのって本当瞬間的に来るんですよね。こんだけお客さんがいて、ね、自分たちがこういう場所に立ててるということに本当に素晴らしいことだし、まあ、たくさんの人への感謝もあるでしょうしもちろん自分たちが頑張ってきたそういう過程をですね、メロディーに歌詞に乗せて歌う時にその感情がわっと出てくるみたいな。 えー、翔太君もそういうのがあったんじゃないかなと思うような目がキラキラするようにも見えますしそしてね他のメンバーさっきも言いましたけど佐久間君とか阿部君が、えー、翔太君が歌ってる時にこうね一緒になってこうただ口だけ動かしてるんじゃなくて本当にみんなでこう届けてるっていうか歌ってるみたいな感じもなんかね9人本当にあに手を組んでねしっかりこう足並み揃えてやってきて今ここがあるんだろうなっていうのが。 この1曲見るだけでもちょっとね私なんかもうまだまだ全然、ね、ちゃんと見,見込めてないじゃない、えー、たくさん聴けてるわけじゃないですけど伝わってくる感じでこの曲の前にあんなオレンジキスの最後うわーとか言いながら、ね、<laughs> すごいねセットリストの流れもねそれであのオレンジキスの最後ね翔太、まあ、君の高音がロングトーン綺麗に出るのはいつもそうですけどあんなに佐久間君と走りながら だってね、全然やっぱブレずに出てる辺りもちょっとやっぱすごいなと改めて思いましたけどだからあれが、ね、みんな踊りながら歌ってても安定するというののもう最たるもんじゃないですかあでも普通に走ってましたから翔太君しかも上向きながら歌っててね、まあ、多少その体動いてる分だけ音も揺れますけどでもやっぱり芯がしっかりしてるっていうのがいや本当に。 いいわ、これ今頭から順番に見てますけどまた解説しないでじっくり頭から見ていきたいなと思うぐらいね一曲一曲を入り込んでしまうような映像が今回もありました。本当に、えー いいね僕というようなドラマやっぱ改めて聞いてもね。ということで今回はこんな感じでまたどんどん続きも見たいですけどもまた明日以降に続きは見ていきたいと思いますのでまたよかったら見ていただきたいと思いますということで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。